ご注文はタッチパネルでお願いします。はい、出ます。こちらのお店の人気のメニューってどんなものがあるんですか？レバニラ炒めです。このレバニラ炒めなんですけど、豚レバーが、国産の豚レバーを使用していて、でレバーって結構下味ついてるところが多いと思うんですけど、当店のは下味をつけないで調理しているので、素材、レバーそのものの素材の味を楽しんでいただけるのが人気の秘訣かと思います。チャーハンですね。通常だったらやっぱり白米のみのチャーハンだと思うんですけど、うちのはやっぱり玄米を取り扱ってるので、白米と玄米を半々で使っているっていうのでヘルシーだし、パラパラで熱々人気の商品になってます。満州ラーメンですね。満州ラーメンなんですけど、これ自家製のスープがすごいこだわってて、鶏系と魚介系で野菜系で、これ豚系を使ってないのですごいあっさりしていて、さっぱり飽きのこないような味わいで結構人気ですね。これ社長が毎日まかないでお昼ご飯食べてるそうなんですね。満州ラーメンと餃子でセットで毎日食べてる。やっぱすごいあっさりしてるので毎日食べても全然食べ飽きない。第1位はやっぱり餃子です。ダブル餃子定食が一番出ます。餃子2人前とご飯がついて特別価格でやってるので、やっぱボリュームもあるし、このコスパで人気ですね。今日はありがとうございます。餃子のこだわりとか特徴ってどんなところにあるんですか？皮から具まで全て自家製で、皮の小麦粉、豚肉、あと野菜全て国産で安心して安全にお召し上がりいただけるっていうのと、豚肉の脂身をちょっと減らしてあって、で代わりに赤身の方を増やしてカロリーが低減されているっていうのが、店長として力を入れてることっていうのは何かあるんですか？力を入れてることはやっぱりその餃子の焼き方っていうのに一番ちょっとこだわってて、天候だったり気温だったり、あと湿度、水温っていうので、結構餃子って毎日微妙なんですけど変わってくるんですよね。必ず朝一番で餃子の状態を確認して、その日の餃子に合った焼き方焼いてみて、試食して共有して、いいクオリティのものを提供できるように力を入れてます。